こんにちは、ドクター熱血です。声もだんだんと戻ってきております。さあ今日は30万円かけてゲットした黒崎いちご、キャラ共感とかからかな、必要素材こんな感じ。ね、ここで先に受け取れるものを受け取っといて、はい、はい、覚醒いきましょう。復活強化、ちょっと外して、はい、必要な素材ズンズン、一気に行きましょう。能力解放、さあこのキャラはレベル1であればまず間違いなくレアツです。そしてこのレアツも、一気に上げていいです、間違いない。6周年のキャラを見てから全突破しようと思ってますが、継承もしましょう。とりあえず確かに俺15まではすぐ上げられるはず。あとどれぐらい足んねんだ。1個750の3、うん、全然足んないね。虹使えばなんとか、強化薬も含めてなんとかなりますね。またこれは今度やりましょう。アクセサリー、このキャラはレアストッパーです。転身、競争、ああそうか、俺が言う、なんか役に立つ時が来た。がっつり霊圧を上げられる。これでニニーちゃんじゃなくてもこれでいいでしょう。
っか、それつけちゃうか。これで冷圧がこの時点でギリ5000届かないとこか。まあただ、普段使いするとすると、この方が楽かな。はい、それでは紹介いってみましょう。所属は死神とフォロー、キラーは死神キラー、無所属キラー、必殺技静寂と劇場、オーラをまとわせたセロを放ち、温き前に絶大ダメージで弱体にする。ソウル特性は強行クールタイム 14% 短縮。パッシブスキルで全状態上無効、回避距離アップ、回避距離回数アップもう本当ダメだね。回避距離アップ、回避回数アッププラス2、3連瞬歩で距離が長い。あれ待って、これついてるから わけわからんと思ってな。一回外そう。通常 20%、 強攻撃 60%、 必殺技 100%、 あごめんなさい、これ天身体のせいだ。必殺技ヒット数アップってことで、外すか。もうなんかボロボロやな。はい、素の能力がこちらですね。20%60%、強攻撃クールタイム 14% 短縮、強攻撃範囲アップ、ヒット数アップ、必殺技ヒット数アップ。必殺技ヒット数アップは要は 100% アップと変わらないです。だから、いつも20、20、40って言ったところが20、60、100、めっちゃ強い。そしてスーパーマー、敵ガード無効、赤無効貫通、状態上プラス5秒、全攻撃に弱体、もう弱い要素がない。ぶっ壊れといって差し支えないです。ぶっ壊れです、このキャラは。明らかに強すぎる。30万かけても、いやまあもちろんかけすぎだけど、出てよかったなと思うキャラですよ。さあこのイチゴ実際行く前にまずこっちか。戦う理由は一つだ、負けられねえ理由もな。黒崎イチゴ、ブリーチブレイブソウルズオフィシャルアートワークスの発売決定記念キャラクター。フォローの力を得ても守るために戦うという信念は揺るがない。はい、2周年イチゴのリメイクですね。さあ使ってみようじゃないか。今までね、死神キラーって手薄だったんです。技の死神キラーが手薄で、まあその最近だと平子とかがね、早かしら子とか強いねって話だったんだけども、それをも凌駕するこの強さですね。俺が助ける。倒やっぱさ、強一強すぎだろこれ。この瞬歩の距離が長い上に3回いけるで、強攻撃の紹介、強一集めてどんなんだけれども、範囲が750って普通のキャラのやっぱ強2ですね、が4秒に1回打てる。強2、自分を含めた、前方中心なんですけども、範囲960ということで、ほぼ全画面ですね、もうね。まあ、後ろじゃないけども、ほぼ全画面。線が全画面なんで、960ってもう全画面、範囲的にはそれ1画面分で、プラス、まあ前方に広いっていうところですね。多分まあ、ほぼほぼ画面に映ってる全員でいいでしょうね。後ろギリギリ当たんないかもしれないけど、
あんな後ろまで意識しないからね。で共産肩の投げでね1200ってことで、余裕のフルスクリーンですね。だからこれさ当たんない位置ってまあ、見えてない範囲は当たんないねっていうぐらいで、いやこの強一連発がやばいだろ。ツイッターの意見で見たのはあまりにも機動力が速くてあのクールが間に合わないぐらいに強いっていうね。いや強一やべえわこれ。でこれでまだフル海岸じゃないしフル継承でもないし、はい必殺技よく見とけ、これが俺の力だ。いやー強すぎるわ。強一で終わるじゃない。やっぱそう強一で継承のままの時は強一で終わったぞ。あ、継承の試練かこれ。あれ？ごめんごめん、間違っちゃった、間違っちゃったんだけど、これぐらいでいいでしょう。あ、ソロやってなかったのね。継承の間の感覚で継承の試練やっちゃいました。だってま試練で今の難易度だっつったら、そうなるよね。いや俺今完全に間違えたからな。なんだこれ。いや強すぎるでしょ。継承試練のボスが強一で一発ってこれ、あのこっちの方がしなかった。8はあれか、ちょうどキラーが刺さってるからかな、っていうぐらいの感じで、やーば強い。俺が助ける。これは強いよ。あえて僕このレベル1で紹介したんですよ。以前フル海岸で紹介したら参考にならないって言われて、あえてレベル1で紹介します。これから僕はわざわ極意も4個、あ、必殺技の極意技が4個に虹の極意も4個あるんで、執念を見越した上でもレベル前にできるというところで、まあ、間違いなく僕はこれを突っ込みます。まあ、突っ込むタイミングとしては、執念来てから、溜まってるチケットを放出します。でこの溜まったチケットから出たらいいなっていうのが一つと、まあ、出なければ極意を使おうと思ってますんで、フル海岸までは少々お待ちくださいというところですね。はい、今回ね、やーば強いわ。絶対こいつはレベル1でもレア100、レベル10にするべきだし、継承もしっかりすべき。めちゃくちゃ強いね。ぶっちぎりっすよ。でクールタイム 14% 短縮で、リンク4人としても腐らないし、まあ、ニニーとソヨホンつけて、今 14% で、技1号で、強攻撃のダメージもアップしてっていう風にやると、非常に、非常に強いんじゃないかなと。クールタイム 52% 短縮なのに、強攻撃 80% アップ。意味がわからない。
という恐ろしいキャラが爆誕しました。っていうかこれ強攻撃アップって他に、ああ例えばスタークとかさ、うん、奴隷のスタークはちょっと貧弱だけど、スタークとかつけたらもう約 100% アップの鬼の強さが、ハンペンね、あー恐ろしいことになるな。で強一眼だけバンバン打てるのが 100% アップって本当にな、いやー末恐ろしい。あーダークルキアね、いろんな使い方ができると思いますが、まあ間違いなくクールタイムガン積みして強調バン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 打つのが僕の中ではいいと思います。恐ろしく強いです。いやーこれはね、頑張ってでも手に入れていいキャラだと思います。30万円は書きすぎだけど僕は30万円870連でゲットいたしました。いや意味がわからないよでもそれでもやっぱ強いよね、アホほど強い。潜伏いないとこだったらさらにここは冷圧上げられるしね。グループバトルのハードって今誰使ってたっけ、死神キラー、もう全然こいつでしょ。死神キラーの赤攻撃って誰使ってたっけ、ああそうか、イチゴか。バフありでっていうとこだけど、どうするかね。死神の近接は誰使ってんだ、通常ヒットスアップ、大悦がバフあるから別にもう大悦でバフを任せて、サブ誰使ってるの、もう全然それほど分かんなくなるぐらいに異次元の強さだからな。あ、俺はアイゼン使ってたのか、バンガスアイゼン入れてたんだ。いやまあイチゴイチゴ大悦とかでもいい気がするな。いやまあこのイチゴは本当、そうか、技の死神キラー一応紹介しましょう。技死神キラーは最近で言うと、なんかこれおかしくね、直近でね2体強いのが、特にまあこのあやかし白子がね、パッシブスキルの麻痺付与がすげえめんどくさい敵なんですけども、敵言ってた、めんどくさいんですけども、草加もね、好きな人が結構いて使ってる人もいますが、麻痺氷結と比べて、弱体が来ましたと。千年のウリュウとかも、まあ、能力として、状態上反射っていう面白い能力がありますが、状態上はなし40、40、60、そんな中のこのイチゴ、弱体がですねダークルキアからいなかったんですね。元祖ダークルキアですね、リメイクの方でなく元祖の、ダークルキアが弱体で、それ以降、全く弱体持ちがいなくて、久々の弱体持ちであり、ぶっ飛んだ性能を誇っているこのイチゴ、
20、60、100、スーパーマテギガード無効、距離アップ、回数アップ、全状態上無効、飲んだけ盛るんだと。6周年がこれより強いのは全然想像ができません。6周年を超えるんじゃないかと思われるほどのすげえスペック。はい、まあ常設キャラなんでね、ワンチャンチケットから出たりとか、今後パックとかからの、パックの外れの一部にこれが入ってくるはずなんで、ゲットできたらいいんじゃないかなと思います。あとはまあ新しい旋回門クエスト等が出ればそこでゲットできる可能性もあったりしますね。はい、こんなとこでしょうか。技死神キラーぶっちぎりトップ、金円青攻撃赤攻撃関係なくぶっちぎりトップ。赤攻撃だったらもう余裕でもう選択肢一つぐらいな感じで、こいつ青を含めてもこいつ、全体 技じゃなくて死神キラーっていう面で見ても、まあ、10年1号が相当いいスペックで、いるんですけれども、状態異常がないといったところで、こいつは状態異常もついてきてという能力で10年1号を超えてると言って過言でないでしょう。はい、めっちゃ強いキャラなんでぜひゲットしましょう。戦う理由は一つだ、負けられねえ理由もな。はい、今回はここまでです。以上、ドクターナッケでした。お疲れ様でした。